聖徒スウェーデン王、オーロフの娘インゲゲルドとの愛の子である。ノブゴロド公15世紀に、ウラゴベルヌイーとして劣勢された。ノブゴロドの聖ソフィア大聖堂ウラジーミルは1020年、生まれであるが、ノブゴロドの年代記の一つには1030年生、複数の年代記には1034年生とする記述も、ある。ノブゴロド公国の統治において、 軍司令官のビシャタと主教のルカの補佐を得た。1042年、南フィンランドの闇族への遠征を行った。この遠征では多くの馬が薬病で死んだ。1043年にはハーラル三世と共にビザンツ帝国へ遠征した。この竜士とビザンツの戦争は失敗に終わったが、遺説の中には1044年にウラジーミルがヘルソンを手に入れたというものがある。 ウラジーミルは、ノブゴロドに、聖ソフィア大聖堂を建設した。また、ルカの指示によって、石造りの要塞が作られた。聖ソフィア大聖堂は、1052年9月14日に、払い読められており、その20日後、このロスチスラフを残し、1052年10月4日に32歳で、死去した。遺体は大聖堂の伊豆古家に安置された。1439年。 ノブゴロドの大主教エブフィミーは10月4日をウラジーミルと近くに埋葬されていたウラジーミルの父アロスラフの最初の妻のアンナの記憶日と定めた。これはアンナがウラジーミルの母と誤認されたからであるが勢力はアンナとウラジーミルの母のインゲゲルドの二人の女性をアンナという修道名を持つイリーナという一人の女性に改変した。ロシアの警府学者 N.A. バウムガルテンの説では、ウラジーミルは、シでターレオポルドの娘、オダと結婚したとされる。しかし、A.V. ナザレンコは、この説に疑問を呈している。マッツ、G. ラーション、悲劇のバイキング遠征 B.82。ゼー、リバース。1908、4、3から4、ウォームガートン N。 ジーニー・アリジス・イマナジス・オクセデントックスで、ルーリック・デスリュス・ジュジー・シエル、ウリアンテイリア・クリスティアナ、35、ローマ、1927、P7、テイブル、1、22、25、9、リバース、1931、95から102、百二ゼー、リバース、1994、N4 から5、ありがとうございます。